なんだか南十字舞踏会の時みたいだな。ああ、でも油断しちゃダメだぞ。おいら、あの刀にはまだ秘密が隠されているような気がするんだ。まあ、あいつのしたことは許されないけど、かわいそうではあるよな。準備はできたか？準備は良いか？うむ、承知した。一神殿後継者、楓原和葉。雨の間流後継者、雨の間優也。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。そこだ。これ、よっ、ふっふっ、た風の赴くままに。はっはっ、よっ、ふっ、せい、風の行く先を。ふっ、はっはっ、いざ風を知れ、せい、雲がく仮なく時、風の赴くままに。や、ふっ、し、いざ風の行く先を。ふっ、よっ、行こう。はっ、ほれ、や、まだまだ風よ、そこだ。た、前よ。学ばせてもらった。その刀は傷だらけだというのに、君が手にした途端、また少し輝きを取り戻したようだ。害意はもう感じられないものの、その執念に変わりは全くない。実に素晴らしい戦いであった。こやつもまた全力を尽くせたでござろう。後のことはお主が直接伝えるべきでござるよ。これまでの件についてお前に詫びをさせてくれ。僕に許しを請う必要はない。僕もまた被害者たちに代わって君を許す資格などないのだから。もう何もかも手遅れなんだ。ああ、許してくれとは言わない。だがこの一連の過ちを全て俺のせいにしてくれないか。一神殿を巻き添えにしないでほしい。俺は道を踏み外してしまったが、一神殿にはまだ楓原和葉のような優秀な伝承者がいる。どうか頼む。ああ、僕も楓原さんがうまいこと後処理をしてくれると信じてる。感謝する、雨沼流の後継者。もう一つ願いがあるとこの刀は言っておった。どうやら雨沼鍛冶屋に行きたいようでござる。共に来てはくれぬか。そこで何をするつもりなんだ？それは拙者にもわからぬ。しかしもう終わりは近いはずでござるよ。